そして金沢由香さん、今年大学生になりました。東北学院大学の1年生、154センチ44キロと小柄な金沢さんです。しますとね、ちょっとその切り替えというのもこの4分の中でというのは大変ですね。そうですね。でも気を落とさないで次決めました。ジャンプをいっぱいプログラムに入れてるために、その飛ぶ瞬間に力んで失敗した時にパカーンとこう足が開いちゃうっていうことがよくあることなんですよね。今のは回ったんですけど両足で降りてきてしまって、はい、これ減点対象になってしまうんですね。そうですね。まあ、今日はこのエキシビションになりますので、得点は表示されませんけれども、まあ、一応審判席6人の方が座って、まあ得点といいますかね、そうですね、この合宿の成果を、まあ、メモしているわけです。この後ちょうど審判席の前に行きます。でこの氷でやっぱり先に練習できる、はい、でちょっと選手たちに聞いてみると、この会場がですね、前後両側同じ形なんですよ、はい、だからスピンから出てくるとあれどっちが正面だとか分かりにくいリンクでもあるそうなんですね。方向がちょっと見失ってしまうんですね。そうなんですね。練習っていうんでしょうかね、早く慣れて、まあ、会場慣れするっていうことがやっぱ地元選手の有利の点でありますから、この合宿には元カナダチャンピオンのトーラー・クランストンさんもお越しになりまして、まあ、この金沢選手はじめ、まあ、皆さんの指導に当たっていらっしゃいました、はい、これも貴重な体験になりますね。そうですね。あ、どうにか取り組む最後の見せ場ですね、はい、あ、いいですね、笑顔が。4分間滑り終わりました金沢由香、まあ、途中ちょっとジャンプの惜しいところがありましたけれども、なかなかスピードがありますよね。そうですね。でも上品な感じのスケーティングですね、はい、この辺ですね、金沢由香さんの最後のスピン、見ていただいてますけれども。